わあ、ギガやん。でかー。これ。ギガ。全然アルミ磨いてない。乗りました。これ、中乗れるんですか。あ、乗ってないですよ、乗ってない。あ、じゃあ、ほな、ハンジャさん、ベッド行きます。めっちゃ汚いです。いいです、いいです。じゃあ、乗りましょう、乗りましょう。乗れます、はい、じゃあお邪魔します。うわ、何これ、ギガめっちゃでかいやん。よいしょ。あ、めっちゃいい匂いする。はい、お邪魔します。あ、なんか後ろ、何それ何ババシのモノマネ。いや、違う、これババシチャンネル、だからカーテンの動画でそんなんやったんや。あ、そうなんですか。はい、今知らんの。ハンニャさんのギガに来ました。すごいな、ごっちゃごちゃやな、はい、これはもう森ちゃん本舗並みやで。あの、どうなしたら片付くのかわからない。僕もわかりません。これ誰見てんの、誰見てんの。あ、リックくんや、はい、リックくんやってる。はいはい。あ、 SD カード緑やん。そうなんですよ、まだ1年なんで全然いけてないな。俺なんかゴールです。ギガ、あ、ギガもやっぱりまっすぐ走っとったらハンドル斜めな。いや、それは大丈夫。あ、それは大丈夫ない、はい、あ、そう、なんかイラッとするな。いや、1個しかタイヤないんで前。あ、そうか。ほんで。あー、ちょっとハンニャさん、これあかんわ。何したんですか。ほら、ハンドルカバーのこれ、はい、こういう縫い目前でしょ。これ、いや、この下前じゃないよ、下。これは下にしてくれな、ちょっと。いや、そうなんですか。これはもう下、上派なん。上派な。いや、知らん、初めて聞いた。これ下にせなあかんよ、これ、はい、ちょっとほんと下にしましょうか、僕が。してください。はい、じゃあ。でもボローっとめっちゃ汚い、はい、ちょっとほんと僕が出てくるかもしれない。いいよいいよ。あ、取れへんな。取れへんでしょ。おらおら、こう見えても指力だけは強いで。うわ、おら、取れた取れた。どう、いけますね。よし、取れた取れた。もうこれから、はい、もうハンドルちゃんとついてなかったら僕が。画面真っ暗になった。あ、大丈夫です。これ横にちょっとピュッて触ってもったら。あ、大丈夫。こうハンドルちゃんとついてない方は、はい、僕がお外しして、はい、付け直します。ハンドル付け直したいですよ。あれ、やっぱりハンドルカバー高かったらちょっとしょぼいな。な、そうでしょ、細いし乗りにくかったし。こんな感じかな、はい、よし、30秒でハンドル。30秒でいいや。でけへん、でけへん。ほら、ちょっといかんでるかもしれない。よし、リク君喋ってる。今日は何の都市伝説喋ってるの。いや、途中から聞いてる。よし、これで。あ、これギガ用。はい、なんか緩い感じするんだけど、気のせい。緩くない。よし、感じが。お、多分これいい感じ。やった。ぐこれちっちゃくない、こと、音が。あ、ちっちゃくしてます。ちっちゃくしてる、はい。あ、このな、太郎くんは、はい、あの、昨日初見で来てくれた子じゃん。あ、そうなんすね。確か。ほんで、太郎くんに、はい、あ、太郎くん、太郎さん、初見さん、いらっしゃい。ゆっくりしていてくださいね、って言って。ほんで、なんか僕は、なんか都市伝説とか、なんか、はい、いろいろなんか喋ってるから、はい、なんかあの、こんな話がいいでーってあったら言ってくださいねーって。あ、そうなん、ね、リク君が言うから、はいはい、太郎君どんなこと言うんかなと思っとったら、はい、無言やった。おっしゃ、ちょうどええ感じで来たね、来たね。いや、ちょっと病んでるな。ちょっと待って、なんでかもよな。よいしょ、お、いい感じだわ。あとは硬いでしょ。ほら、うわぁ、爪めぐれる。爪めぐれへん。大丈夫。よっしゃ、はい、よっしゃ、入った。よっしゃ、これあれやな、ハンニャシンのハンドルカバーを付け直すみたいな感じ。しかしあれやな、なんかゴミがいっぱい出てくるな。そうでしょ。もう多分みんな、もうお前ら早く出ろやと思ってると思うで。430中です。はい、430、電話しました。で、あ、電話せなあかんねや。はい、もう指痛なってきた。そうでしょ、そうでしょ。コーヒーしか買われへんすよ。ほんまにもうチェーって下にして。
コーヒーしか買われへんすよ。え、コーヒーしか買われてどういうこと？長篠設楽原は、あ、コンビニあるっすね。でもない、ここ下りはない。え、上りしか、上りしかないやろ。あ、そうなんすね。確か、ファミリーマート、うん、これでいいやもう。あ、あ、はい、こう走るやつや、こうくるくるくるって回しやつや、ほら。あ、あかんか、うん、ほら、そこがやっぱり硬いね。大丈夫、これ両手でやんね、わかる、はい、ふんがー Z になってもだね。Z ってどういうこと？ふんがお、入った。うわ、俺もうハンドルカバー外さんとこ。なんで？中さん触ったから。もうベタベタやで、ベタベタ。めっちゃ大事にせない。よう言うわ、うん、よし、これでオッケー。つけてくれたやつはもう、ババシみたいにこうやらなあかんわ。どうですか、ババシみたいにこうやって押し込む。おお、こうやって、お、ほら見て、入った入った入った、こう、早かった、ハンドルカバー押し込むね、はい、手前に引くやん、みんな、はい、こうやってやって最後こうやってグッグッて押し込むね、こういう。あ、ええー、ね。ほんならいい感じ。どう見て、横着ハンドル行こうも取ったのに見て、バッチリやね。バッチリやろ、やばくない？もっと押したね。ハンドルカバーちゃんと縫い目下に合わせてください、はい、はーい、流行るね、指板。これ何、ナビ潰れてんの？そう、ナビ潰れてますよ。ほんなもうこういうのはおろそうや。そういうことなんですよ。なあ、壊れてんねやったらおろそう、はい、なんかまたごっつ重たいナビやな、これもうボロボロいやつですよ。ボロボロ、これ何使うの、これ。そういうタケル君のやつ。あ、タケル君のやつ。シャモジと、これと、シャモジ、ここでこう置いとってええの、ここに。あ、もうしゃあないでしょ、うん、なんか田中坊もなんかここにも、お、田中坊や。何年ですか？まあまあ、また後で後で。ああ、ギガのダッシュ、ここの、ここって浅いねんな、はい、浅いんす、浅いんす。なあ、なんかこう変わってないねんな、はい、置くだけやねんな。ほんでしかもね、うん、横上がりになっとんね、窓が。どういうこと？窓がなんか下ね、下がちょっと上がっとる、うん、あ、こうなってる、スライド板がまっすぐ決められへん、あ、なれへんねや、はいはいはい。へ、それがもやっとする。もやっとする。はい、リキ君もたまに俺の喋りちょっとたまにパクってる時あるからな。そうでしょ、はい、です。ずっとパクりますよ。なんかシャリシャリ言うてるね。最初は、初心は、うん、ですですからスタートだから、ね、あ、ですですから。で、今日なんかピーちゃん本舗からコメント止まってて。あ、ほんまやね。あ、固まってことあんじゃん。子宮頭がんからなんかよく聞こえてません。あ、リク君固まってるやん、リク君。そうですよ。なあ、プチプチ雑音で声が消されてます。リクさん、雑音が始まりました。雑音が始まりましたって書いてるのは、これ普段から雑音が始まんの？いや、始まらへんす、始まらへんす。なあ、ね、雑音やな、はい、指痛いわ。ちょっと音大きくしようや。はい、それやってます。これ iPad？ はい、一応 iPad のええやつやんか、これ。え、いいやつやんか、ここボタンがない新しいやつやん。あれ、よくなったの？そうなんや。え、多分押したら治るんちゃうんですか？やったことないけど。あ、なったわ。です。あとなんか何よ。お、犯人あるやん。そうですよ。怖いってこういうな。さっきゴーンって揺れて動いたけど。あとここにコウジ君がおって、うん、そのテーブルの下にね、うん、実はゾウさんおるんですよ。このテーブルの下に。めっちゃかわいそうや、こんなとこ。ゾウさん、こそーっと隠しとん。何で隠してんのこれ。こそーっと、いや前からは見えるからね。ゾウさん出てきました。ゾウさんめっちゃもう顔意外と持ってるやん。スリムになって持ってるやん、ゾウさん。これ何、ひょっとしてこれテーブルがガタガタならんように置いてんの？いやいや、これなんか出てきたで。出てきた、携帯ホルダー。携帯ホルダー、携帯ホルダー。何でも出てくる。携帯でかすぎてね。そうなんや。はい、全然あかんのです。使い物じゃないです。指痛い。なんかでもハンドルあれやな、どっかで見たことあるでしょ、その色。この色、え。よく見たことあるでしょ。え、なんか同じメーカーで同じ形したハンドルにその色ツイートしとったでしょ。え、ちょっと待って、思い出すわな、はい、え、このハンドルカバーついてるドライバーおった？おったでしょ。おりを知ってる？ どっかトッツされたでしょ、さっき名前出たっす。出た？え、サトボー？全然覚えてない。俺サトボーとなく全然覚えてない。あれ、イスズのファイターやったっけ、はいはい、なファイター。リック君、怖いってこういうのが都市伝説じゃん。そうなんやろね、これ絶対霊現者やで、怖いって。
リンク君、これ絶対宇宙人やな。ああ我々はってなってるな。宇宙人なのか、うん、何かに邪魔されようか、ね、なんか信じるか信じないかは、はい、あなた次第な。リク君がーなってたされる、ね、あかんなこれ。これどこ走ってんの。めちゃくちゃ寂しい道やなこれ。2号線なんすかね。2号線これ道路もだってもうなんか走行道路も止まってもってるもん、はい、です。どこ行ったの半夜さん。これ何コンビニのウェットペーパー貯めてんの。いやそれで窓拭いたろう思って置いとったんですけど。こうだって窓拭いても綺麗なれへんよ。なそうですか。使わへん。それちょっと一ビってチンチラなんですよ実は。これ、はい、何がチンチラって何がチンチラなの。いや分からんっす。な買い取ったっすチンチラって。あそうこれな、はい、これカーテンってこの前これちょっと外していい、はい、ばあちゃんがあれカーテンの付け方分からへんって言ってやっとってんけど、はい、センターカーテン、はい、まずこれの付け方が分からへんって言っとってんけどこれ付け方間違えてない。どうやって付けるの。ちゃんと撮影してください。あ、はい。ちゃんと本気でやって。これだってリック君、リック君ちゃうわ、ハンニャさんここにつけてるやんか。はいはい。ここじゃないみたいやで。え？なんかほらこの折れ目のここに、はい、こうカーテンのこのなんていうのこれ？はい。この金具を刺すと思わせてるやんか。はい。実はここらしいで。そこにあるんすか。ここ刺すとこ。ここになんか一個ずつ部屋があるやんか。はい。この部屋のここに刺すらしいで。こんな感じで刺さるんですか。ここにいや刺されへんよだってこれ金具丸いもん。はいはいはい。な尖ったやつあるんすか。こんな感じで刺すらしいで。この部屋に刺すらしい。おこれもうや破れて持ってるやん。やめておきましょう。直しておきます。これまたあれやな、ギガのこのカーテンレールのこのコマでかいな。そうなんですよ、なんか種類がまたあるみたいで。なあ、これでかい。はい。なんか椅子強かったっ。でもギガのカーテンレールは、はい、ここつなぎ目がないからええな。あ、シャーッと。シャーッと行くな。シャーッと。嘘はここにつなぎ目があんねん。ああ。だから、かないね、銀のテープを貼らなあかん、はい。でも、コマがようポロポロ取れるん。取れるんや、これ。はい、そこでね。これプラスチックやもんな。はい。これだからプロヒアのあれはいいね。プロヒアのはアルミの削り出しやから。あ、はい。めっちゃいいね。削り出しかどうかわからんけど。あ、これは新型のギガもっとハイルーフなってん。今。はい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 、はい。あれここにも、はい、こう収納ボックスあって。はい、なあ、あのギガが走り出したらちょっと旧型嫌やな。いや、俺の旧型。ハンも変わってもガーって。あ、これ電車庫。はい。見守りくんか。はい。ですね。あ、今休憩10何分ですよって。はい、1分目のです。こんな感じです。あ、カメラいただきます。汚い、汚い。いやいや、もう汚いね。バンテリーって何、腰が痛いん。肩が痛い。肩が痛いって今やばい。大丈夫。はい、ここに田中坊がグデーンって死んでます。田中坊。あ、リク君復活したの。あ、復活した。復活したの。声がちょっと声おかしいな。これ俺さっきやってる時スピーカーから声聞こえとったけど、はい、何喋ってるか聞こえへんねん。ほんでなんか絵文字をバーって喋るやんか、はいはいはい、だから何が何か全然分からへんから。そう、もうちょっとツイキャス慣れなあかんなと思って、はい、ほんであのコイン垂れ流しの企画やっとったから、はい、頑張ろうと思っとったら、はい、それも終わってるって言われて。終わっとんかい。あ、そうなんやね。あれもあったよね。なんかせっかくカタ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 言うてんだけど、これクリップここにあんねんけど、これ気になれへん。どれですか。これクリップここに。ああ、な、そう、無理やり入れようそれなんでしょ。で、カーテンがこれ前行き出したらそれで。あ、これ挟んでここに。ああ、なるほどなるほど。わからでもないわ。これこういうふうにこうやんねやろ。そうです。ああ、なるほどなるほど。天才やな。はい。何これ LED ついてんで。はい、灰皿照らさずに。さっきのやつな。はい。延長つけて。一回これ片付けようや、トラック。あ、そうだ。だってもうあれやろ、この辺のものほとんど使えへんやろ。そうやね。おもそうやな。でもあれやな、タバコ吸ってんやろ、はい、そんなめちゃくちゃ臭くないな。そうですか。なブリーン言うたで今、はい、です。こんな感じです。まあちょっとこの下は映せません。汚すぎてな。ほんならリク君またどっかで、はい、またどっかでやりましょう。はい、どっかでバーベキュー。バーベキューします。ね。
これ何の板？ご飯食べる？いやいや、チョス、チョス。これね。あ、日本の板か。はい、あ、日本の板。のええー、な、これ。木なんや。100均の。100均の。あ、芳香剤、こんなに置いてんねや、2個、ボッコ。いや、前のも空なの。あ、空。ほな、もう捨てようや、もう、ほんまも。はい。もう、映すとこないです。汚すぎる。でもなんかあれやな、ここなんかいっぱいシール貼ってるな、ギガってな。はい、こんな感じです。じゃあ、この後も安全運転で、行っちゃってください。あ、ここでも30分、43分するの？はい。あと何分？あと10分。あと10分。あ、これなんや。はい。はいはいはい。そうですか。じゃあ、陸軍。またまた。あ、陸軍じゃなかった。ハンジャさんや。ハンジャさん、またよろしくお願いします。お願いします。なんか出てくるの、カバンが。いや、もうこれ汚い。またこれ。もう、すごいな。カバンの中何が入ってんの？え、何も入ってないですよ。パンツが入ってるやん。いやいや、これ、袖。あ、袖。半袖切った時。そうだね。はい。じゃあ、終わります。ポチッとな。はい、ポチッとな。はい。